こんにちは、あおりなです。本日は埼玉県長瀞町になります。フォレストサンズ長瀞さんにキャンプに来ました。ここね、初めて来るキャンプ場なので、これからキャンプ場紹介簡単にしていきたいと思いますので、最後までごゆっくりご視聴よろしくお願いいたします。それではレッツゴー。ここがフォレストサンズ長瀞のメインゲートです。はい、まずゲートを入ったら左手側の建物でチェックインをします。こういう感じですごい綺麗な、こんな感じ。ここが受付です。チェックインする受付です。でね、フォレストサンズは排捨て場がないので、こう消火バケツを渡されるので、水を張ってそこに灰を入れます。こっちはね、こういうトレージハウス、トレーラーハウスか。で、この受付の後ろにバケツを返します。あ、はい、よろしくお願いします。で、チェックインした後はね、こう外で各受付をする感じです。こういう感じで、こっちはトレーラーハウスエリアです。で、受付の横の自販機があります。すごいトレーラー、私ね、フォレストサンズはトレーラーハウスは2回ぐらい泊まったことがあります。もう20代前半のイケイケの時に来たことがあります。だから今日はね、キャンプ初めての利用でした。で、管理棟を出て、ここに止めてた車を一方通行なので進みます。で、トレーラーハウスはね、こっちの左から右手にあります。すごい、夏はここ水が出るのかな。トレーラーハウスかっこいいね。で、ここまで来たらキャンプサイトは一旦外に出ます。ここを右に曲がります。これなんだろう、これバーベキュー棟か何かかな。バーベキュー棟って感じですかね。なんかイベントとか使うのかな。で、ここで一旦外に出ます。で、道を出て右に曲がります。ここちょっと渡らせていただきます。シャワー室ってどこにあるんだろうね。ちょっと見てみようかな。シャワー室で、このね、向かいにあるこの建物はスケボースケートボードの施設になってるそうです。シャワー室書いてあった、ここに書いてあった。シャワー室は3時半から7時半まで利用ができるみたいですね。時間制限でやってるんだね。このスケートボードの建物の中にあるみたいです。で、さっき入ったメインゲートがこれです。このゲートを出て向かって、で、この秩父の有名な桜並木、これ右のこの道路は桜並木になってます。まだ秩父はまだつぼみがまだまだ小さいです。こう走ってすぐにね、左手の道路橋にコテージテントサイトっていうこのちっちゃい看板があります。この看板を左に入ります。ここからがテントとコテージのサイトになります。で、入ってすぐに左手側に自販機があって、ここにマップがあります。こうマップね。で、このセンターハウス一周回って道路を出たら右に曲がります。で、さっきのちっちゃいテントサイトっていう看板を入っていて、今ここにいます。
で向かって左側に一方通行なので入ったら右に、あ、左に曲がっていきます。こういう感じで左に曲がります。でここに炊事棟とトイレ、あとゴミ捨て場があります。でゴミは、各種ビニール袋にしまって、スーパーのビニール袋 OK です。燃えるゴミ、生ゴミ、ペットボトルはこちらで、缶と瓶はこちらです。段ボールとかは捨てられないので持ち帰ってください。こういう感じですね。で炊事場です。ここは炊事場です。あと奥にお手洗いがあります。奥が男子トイレで、手前が女子トイレです。中は洋式トイレでウォシュレット完備です。でね、炊事場は夜間も電気がついているのでトイレは安心して来れます。で水道はね、お湯が出るので洗い物はとっても楽ちんです。で炊事場を出まして、再び坂を降りていくと、ここにテントサイトっていうゲートがあります。このゲートを越えるとテントサイトになります。で横に見えているこちらがコテージサイトになっています。なんかコテージっていうか本当に広い大きなお家って感じですね。でここはちょっと中見学ができないので外観だけのご紹介になります。これがコテージですね。で坂を降りるとここにテントサイトゲートがあるのでくぐります。こんな感じで赤土のテントサイトが広がってます。で今回はこの私たち10番と9番のサイトでキャンプしました。ちょっとね、左手にまだお客様残ってるので奥のサイトをご紹介しようと思います。で私たちの場所はね、川とか一切見えないサイトだったんですけど、そのお隣が、ここが11ね、で9と10で、ここに12があります。あ、フォレストタウンズは全サイト、電源サイトです。でここに15、14、13とあります。あ、メリちゃんがいますね。あ、ラフティングしてる。あ、本当だ。メリちゃんがいました。え、ここ怖っ。あ、やばい。もうちょっと後ろ。わー、綺麗。私たちのサイトは川が見えなかったからね。え、気持ちよさそう、あれ。すごい。おー、すごい。私たちのサイトはこんな感じでね、今からちょっと絶景サイトをご案内しようかな。あの奥にもあんだ、もう一個サイト。結構だから隣が近いよね。ね。で車はね、オートじゃないんで、サイトの外にね出さなきゃいけない。だから川沿いの人は辛いよね。運搬しなきゃいけないから。で長瀞フォレストサウンズはチェックインが1時のチェックアウトが11時です。でアーリーとレイトはつけられるんですけども、当日受付の時に次が空いてればつけられるという感じになるそうです。で Wi-Fi も完備しています。で私たちが使ったこの9番10番の道路挟んでこっち側に車を止める感じでした。この分ちょっと荷物を運ぶようになります。で絶景サイト見に行こう。でこっちが7
6、5って横にどんどん並んで、砂嵐じゃない、あれ長瀞、あれは長瀞ビレッジでしょ。めっちゃ良くない？3番2番1番がいいね。あー川、確かに確かに、あ3番見えないな、やっぱ1番だな。今まだ人がいるからあれだけど、確かに。でもこう石畳がで川下りがねちょうどこうやって来る感じかな。うん、BGM めっちゃラジオ体操流れてる。これがちなみに1番、ここから1番2番3番、地面柔らかかった、ここ。水はけは良さそうだね。でも私んとこちょっとねあったけど、まあこんな赤土の長瀞っぽいキャンプ場でしたね。1番2番とかはさ、これさ全部車の横付けができるからいいね。でこう電源がこういう感じで電源があります。いや楽しかった。はい、以上で長瀞フォレストサウンズのキャンプ場紹介は終了となります。参考になりましたでしょうか。これからね春夏とシーズンがやってきますので、ぜひファミリーや夫婦やいろんなソロキャンパーさん対応しておりますので、ぜひ遊びに来てください。でちょっとでもね参考になったよって方は、ぜひグッドボタンとコメントで応援よろしくお願いいたします。キャンプの動画はまた違う動画で出しておりますので、そちらもご視聴よろしくお願いいたします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。またねー、またねー。